兄弟だったのか。気づいてなかったのか。一条さんには私たちが兄弟に見えなかったのですね。まさか柴さんの兄とは似てなさすぎだ。気づくわけないだろ。まさき、いや気づくだろ普通。柴さん、一曲湧いてお願いします。